に行こうかな。あ、え、待って、一緒やん、バイク。あ、本当？一緒じゃない、バイク。あ、本当だ、一緒。ほら。一緒。ルーちゃんも一緒に行きたいって言ったから。お、乗せよう。乗せよう、行く？おはようございます。ねえ、お家で寝てラストロケーションで起きたのに、レギオンにいた。なんで？どうしよう。お家に帰りたい。どうしよう。おはようございます、ボタリンです。ボタリンさん、お家で寝たのに、お家で寝たのに起きたらレギオンにいた。だからお寝巻き姿なんですね。そうなんです。しかも裸足なの。すぐ着替えてください。それがお着替えバッグ持ってきてないからお家に帰る。あ、お待たせします。あ、ありがとうございます。私が渡しますよ。いや、私が渡します。はい、な、何、ありがとうございます。私が渡しますよ。いや、私が渡します。ありがとうございます。あ、2つもありがとうございます。本当にすいません、隠していただいて。私たち違う向いて壁作ってくんで。なんで違う向くの？外側じゃないの？あ、いい眺めですね。ね、生着替え見るの？ちょっとあっち側。生着替え、あっち側じゃないの？生着替えを見るの？じゃあ隠しておきます。紳士のたしなみで。紳士のたしなみ。紳士のたしなみ。あ、着替えました。あ、よかった。ありがとうございます。はい。よかったです、よかったです。着替えました。はあ。いつものお着替え。はい。いつもの装いになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に助かりました。なんか木こり姿のジェフリーさん。もう様になってきたんですね。やったー。ね、面白い。シータ出れるんだ。頑張ってください。あ、また今日も喉が死んでる感じですか？今日は喉は死んでません。開きました。開きました。ありがとうございます。良かったです。良かったです。やっぱり素敵な声がね、素敵な声がちゃんと聞こえた方がいいかな。ありがとうございます。ありがとうございます。すみません。コード変えたら治りました。あ、よかった。コード？え、喉にコードついてるんですか？あ、喉、喉の、水道さん一回行ってきます。声帯、声帯、声帯変えたら治りました。はい、あ、よかったです。本当に。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと今日はね、レースデビューしてきます、私。ああ、そうなんですね。はい。気をつけて。はい、ありがとうございます。ごきげんよう。ごきげんよう。あ、いた、警察。現在通話できません。落ち着く。ありがとう。あ、もしもし、泉さん。はい。あ、ボタリンです。はい。あの、レースの車を登録したいんですけど、今お忙しい？はいはい、ちょっと今事件対応なので。わかりました。じゃあ終わったら、あ、これから、はい、はい、そうので、また連絡しますね。はい、わかりました。ありがとうございます。すみません。いいえ、はい、はい、いけるかな。今日やりたいな。今日やりたい。誰かしら。ってんだろう、裏方をやる人もやっぱりいるようで。ああ、まあ確かにそうですよね。ごきげんよう。おはようございます。おはようございます。あ、しおこりこさん。あ、はい。え、昨日、うん、はい、無事でした。スーパーフライヤー体験。死にました。いや、ダウンしました。あ、ただその後に、はい、私の後に、はい、あのバンダーマーさんが乗りたいって言って、うん、あ、車来るかもよ。はい、あ、来ないや。あ、でも飛ばされるっていうかね、普通に ね着地してたよ。バンダーマーさん、写真もらった、ノビーさんから。あ、はいはい、もらいました、もらいました。ですね、普通に飛んで普通に着地してて笑っちゃいましたね。へえ、そんなことあるのっていう。すごかったです。なるほど。
逆にそれでワンダーマン死んでたら、今頃あのミミズクもう生きてないでしょうね。ただその後、あ、はい、ミミズクを追いかけて、はい、言ってましたよ。ワンダーマンさんが、はいはい。なのでその後どうなったか聞いてないんですけど、噂聞きました。もうミミズクは生きていない可能性がありますね。もしかしたら、もしかしたらもう生きてないかも。あー、すごかったわ。ではちょっとお出かけしてきます。はい、はい、はい、気をつけて。そうだね、しおこさん、加えて言えば、はい、しおこさんはいろんなミラクルを起こすからさ。主に歪みですかね。そのせいもあるかな、俺がしおこさんを心配すぎてしまうのは。お家で寝たのにな、不思議だ。今日マグナム先輩いるかな。報告しよう。いないぞ。出動中かな。レース中かもね。B 隊のレースがない。あ、今日は B 隊のレースがない。ボートさん、はん、あら、あ、ボータリンさん、真白先生、お久しぶりですね。久しぶり。いや、ちょっと今日は、え、マグナム先輩はいらっしゃる？あー、いるよ。ここには今いないけど。あ、そうなんだ。ちょっとご報告があってきたんですよ。なるほど。はい、じゃあ真城先生にもご報告します。ああ、なんと、なんと、レース免許を合格しました。おお、はい、おめでとう。ありがとうございます。なので、あ、なあ、ごめん、大丈夫。車を登録すればもう出れるみたい。おお、走ろう。お、神谷君どうした。体の精密修理お願いしていいですか。可愛い、体の精密修理だ。え、待って、ナノちゃんがやったってこと？そう、私がやっつけた。ねえ、ナノちゃん？え？初心者マーク取れてる。そうだよ、取れてるよ。いつから？取れた、昨日？今日？うん、4日、5日ぐらい前。そんな前、そんな前。え、じゃあそんなに会ってないの私たち？そんなことないよね。え、あった、うん、あった、ちょっとお話しした。うん。え、おめでとう。ありがとう。立派な住人ですね。イエーイ、ありがとう。頑張ってー。うん、取れたから、ガンライセンス取りたいの。あ、そうなんだ。うん、ガンライセンスね、でも全然テストとかなかったよ。え、普通に取れる。警察で取れるの、うん、そうそう、警察に行って、指紋取って、写真取って、うん、って感じ。オッケー、やったー。じゃあすぐ取れる。じゃあガン、なんでガンライセンス取るの？え、かっこいいから。かっこいいから、かわいい理由が。そう、今バットを背中にあるけど、銃を背中につけたい。なるほど、まあ威圧できるよね、それをつけてれば。そう、何かあったら撃つこともできる。確かに。そう、あとガソリンよく撒いちゃうから。え、危ないじゃん。そう、危ないから銃で燃やしとかないといけない、撃って。え、どこで撒いちゃうの？なんで撒いちゃうの？ガソリンをね、入れようとしたら、うんうん、なんか届いてなくて、ガソリンビチャーってこうやって、車に入らなかったってこと？そう、入らなくて、びしょびしょびしょ。
あ、おかえり。もう元気になった。元気になった？うん、ただいま。ごめんね。ごめんね。いいよ、僕のせいだったから。一回行く？え、待って、何して怪我したの？なんか避けるって言うから。え、避けるって言ったんだよ。避けるって何？あ、避けるってこと？そう、避けるって言ったのに、避けれないから悪い。うん、かわいそう。神谷くんかわいそう。え、ちょっとやめて。ねえ、なんだろう、なのちゃん結構攻撃的なの？もうやんないよ、もうやんない、ね、もうやん、せっかく早い。血が出てる、血が。また殴られた。血が出てる、血が。もう気をつけて、お大事に。大丈夫？包帯いる？今回の請求はなのちゃんに。はぁ、早くマグナム先輩に報告したいね。お家に帰って食べ物取りましょう。この車、後ろに何入れてたかな？ん？あら？開かない。あ、コーヒーしか入ってない。食べ物を、まあ、買うでもいいか。どこか空いてんのかな、今。エトワールさんって誰だろう。わあ、かわいそうに。もう見えない。この車？これは私です。ボタリさんか。そう、あのマグナム先輩が B 隊のレースに出るときに使ってた車を買ったんですよ。おお、いいね。はい、フルカスタムしていただいてるから。でも今日 B 隊のレースないっぽいんですよね。そうだな、あんまり今日はないな。うーん、だから今日は出れないです。まあまだ登録もしてないしね、警察で。まあでも今後戦えるな。はい、よろしくお願いします。あ、よろしく。先生これからレースですか？まあレースもするとは思うが、うん、とりあえずご飯買いに行かないと。ああ、私も今ご飯買いに行こうと思って空いてるお店聞いてるところです。ああ、まあ、とりあえずラグランジュさんに会いに行こうかなと思って。ああ、ラグランジュさんさっきレギオンにいましたよ。そうだよな、ね、ちょっとパンをもらいに行こうと思って、うん、あ、そこまで乗っていきます？あ、いや、いつダウンが出たら来るかわからないから。わかりました。すまないな。いいえ。いや、どんどんレーサーが増えて嬉しいよ。頑張ります。レースはお金もかかるから。空いてるところの、お、空いてるところあるかしらね。あらあら、マグナム先輩に早く報告したいよ。ゴミ集めを今日もしよう。
空いてる飲食店連絡がなければ。ワンちゃんがいない。ワンちゃん連れてくの忘れちゃった。誰かな。あー、これはもう、あ、大丈夫でしたね。漁られた後かと思ったら大丈夫でした。ただワンちゃんを置いてきちゃった。あら、あら、漁られている後ということですね、これは。あー、レース出ようと思ったのに残念。寂しいわ。なんかすごいガンガン音がする。誰だろう。警察だ。誰と誰と誰なんだろう。ここにはゴミはありませんでしたと。せっかくレースの免許取ったのに。ウィーンって言ってる。まあここじゃない。え、打ち合ってる。怖い怖い怖い。早く退散しよう。ねえ、怖いよ。ちょっと急いでこの場を離れましょう。危ない危ない。あなんか変なの、変な感じ。これわあ、ラバーこんないっぱい出た。嬉しい。エタノールが出ない。カジノに行って、
ここまで来たら下の方に行こうかな。やっぱり今日はちょっと魂が危ない。あ、アリサちゃんこんばんは。魂がヤバネです今日は。ありがとうございます。もう終わりました本日。いや楽しかったな今年も。あ、おはようございます。ありがとう。私もほんとさっき始めました衛星通信を。そう、なんかやっぱ一日一回ロスサントスに来ないとなんかねこうなんかなんですやっぱり来ないと寂しいなって思うしね。ロスサントスに来て、これどこから入るんだっけ。いいか、毎回私これ迷子になっちゃうんだけどね。Don't worry, man. They're not gonna let the Euro fail. Let's get in on the ground floor.There's a lot of opportunity. Medical equipment, biotech, telecom. It's a gold mine, baby. Yeah, sleep, sleep. あの観測者の皆様、ぜひごゆっくり。私の待って、全然どこも飲食店開いてないのかな。ないね。お返事がないということはないということ。観測者の皆さんは私の声と街の音を聞きながらごゆっくりお休みください。私は今日ちょっとペットを連れてくるのを忘れてそのまま出てきてしまったので一人でゴミ拾いをしなければならなくなりました。寂しいです。しかも毎回私ここ走っちゃうから時間かかるんだよね帰ってくるまでに。やめよう、車で移動しようかな。ここ車で中入れますもんね。車で中入りながらやろうかな。いつもこうやって走ってるから帰ってくるの遅くなっちゃうし。ああそことこっちもあるんだった。あ、食べ物ないんだって私。お家に帰って荷物取ればよかった。これはもらったやつだっけ。もらったやつだった。あ、
指輪の値段見に行かないといけないんだった。とりあえず日課のゴミ漁りをして、すみません。ここでこうやって車をちゃんと活用すればね、ご飯がないから、ピンチになったら帰ろうかな。ピンチになってから帰ったら遅いかもしれないけど、ご飯買いたいけど、お店どこか空いてますかって言ったけど、間違えちゃった、空いてないっぽいんだよね。どうしよう、警察のそのレース用に車を登録しなくちゃいけなくて、レース用の車をの登録今日できれば明日のレースには出られそうなんだよね。ここ車で来ればよかったな、今までもずっと走ってた私。散らしまくっています。あ、泉さん、フランシスコマグナムです。はい、どうもフランシスコマグナムです。もしもし、もしもし、はい、すみません、時間できたので、はい、書の前まで持ってきてくれますか。あ、はい、今行きます。ありがとうございます。はい、警察署はどこ？これ？違うな。警察署？警察署ってどこ？これ？違うな。警察、これ？これ何？これじゃない？警察署ってどこだっけ？これ？違うよね。警察。あら、警察ってどこだろう。あった。ではちょっとどっから出ようかな。これじゃあゴールから出るしかないね。続きは後で。あれ違うわ、こっちだ。こう考えるとここか。昨日水拳でよくレース免許受かりましたねっていうぐらいフラフラ。今日はさすがにひどいフラフラ。ああ、
ごめんなさい、遅くなっちゃって。いえいえ、お疲れ様です。レース出たかったですよね。あ、全然、あのね、今日はね、B 隊のレースがないみたいだったから、うん、大丈夫。これ B 隊の車ですか？そうなんです。なるほど。あ、てかレースライセンス取れたんですね。そうですよ、奇跡の。おめでとうございます奇跡のレースライセンス取れました。いや、難しいですからね、レースライセンス。そう、それがあの魂が酔っ払ってる状態で気が大きい時にやったらいけましたあ、リラックスできたってことですかね。そうそう、あとはなんか怯えなかったって感じ。うん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 、思いっきり、そう、思いっきりアクセル踏んでブレーキも結局白線怯えちゃいますよね。そう、あれは白線をなんか踏まないようにって意識するとスピード落ちちゃうから、うんうんうん、っていうところで、私も2回踏んでギリギリだったので、うんうんうん、おかげでタイムは余裕持てたんですけど、うんうん、そう、だから踏んででもタイムの方を意識した方がいいのかなって。うん、そうそう、2回は踏めるっていう意識でなんかだいぶ変わった気がします。そうそう、踏んじゃダメって思うとあれだけど、まあ、2回踏んでも良いって思うと結構心に余裕ができて、うん、いけました。こう違いますよね、うん。この車なんて車ですか？エグゼンプラーっていう車です。あ、めちゃくちゃいい車な気がする。これマグナムさんが乗ってたんだって。そう、 B 隊って言ってた気がする。いや、 B 隊って言ってた気がする。エグゼンプラー B 隊なんだ、って言ってたと思いますけど、確認してみますかね、うん、ちょっと一回電話して。ああ、それって A 隊か B 隊かで車登録するんですよね。まあ、一応そのメモ書き程度なので一応私もどっち出れるのかちょっと一応確認したいから、うん、一回ちょっと、ね、うん、せっかくだから、うん、はい、あ、マグナム先輩こんばんは、はい、今こんばんは。お忙しいですか今？全然。あ、大丈夫ですか？ちょっとお忙しい。はい、ごめんなさい、私あのちょっとお忙しくなりそう。レースの免許取れたんですよ。はい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 。それで今警察に来て泉さんにこのエグゼンプラーが B 隊か A 隊かって確認を、B ですか？イエス、エグゼンプラー。え、ごめんなさい、聞こえなかったです。エグゼンプラー B。 B、 ありがとうございます。はい、はい、それの確認でした。すみません、ありがとうございます。失礼します。失礼します。 B でした。はい、了解です。ありがとうございます。ありがとうございます。登録できたのでこれでもう出られます。 ありがとうございます。今日は B 隊のレースがないけど。ないんだ。なんか今日 A と C だけだったんですよね。へえ、 C はさすがにね、あのバイクですもんね。 C は、いや、バイクの他にも車でも出られる車あると思うんですけど、まあでも私は多分持ってないかなっていう感じなので、聞いてみるといいかもですよ。須藤さんあたり詳しいと思うので。須藤さんまだいるのかな。その C 隊もあのレースのコースを覚えたりとかに結構いいので、 C 隊出られると。C 隊私もたまにバックで出てますけど、うんうん、同じコースをその A 隊 B 隊 C 隊でやってるって感じなんですか？うん、そうです、そうです。あ、そうなんだ、なるほど。 C 隊結構出る人も少ないので、だったらソロで。練習になりそう。そうですよ、うんうん、でソロで出たらもう賞金も総取りになるので。私バイク持ってないんですよね。いや、あの車もワンチャン行けたりするので C 隊、車種によると思うんですけど。うんうん、わかりました。じゃあ須藤さんにちょっと聞いてみます。うん、ありがとうございます。はい、須藤さんいるといいな今この時間。ありがとうございました。はい、お気をつけて。はい、須藤さんいるかなあ。あ、ゴミ箱どんな時もゴミ箱を忘れない。あ、ちょっと須藤さんに電話しよう。
いる。あ、須藤さんこんばんは、ボタリンです。ボタリンさんこんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。あのね、 C 隊のレースってそのバイク以外も出れる車があるって聞いたんですけど、わかりますか？ありますよ。なんならもうすぐお調べできますけど。あ、お願いしていいですか？私が持ってる車 C 隊で、うん、ちなみになんか C 隊っぽそうな車持ってたりします？ワンちゃん、私が持ってるのはフェロン GT っていうのと、あともう一個何だったかな、ちょっと一回レギオンに行って自分が持ってるやつ調べてきますね。ありました。なんならちょっと俺もこの後寝るときレギオンで寝ようと思うんで、あの寝るついでにあのお調べしますよ。いろいろ ありがとうございます。すいません。え、何時頃寝るの？もう寝る？この後すぐっす。なんだら了解です。じゃあレギオンでお願いします。はい、わかりました。失礼します。失礼します。助かる。これはね、 B 隊って言ってた。あれ、ここパン屋さん、もしかしてパン屋さんだ。いや、ご飯ない、ご飯ない。あっ、危ない。よーいしょ。あぶい。よーいしょ。人いなさすぎですね。人がいなさすぎる。え、こんなに。待って、何あれ、何何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 え、あ、ボタリンさん、何これ、何ウェーイ、ボタリンボールはイエーイ。待って待って待って、これ何何何これ、恐竜だ、恐竜な、待って、恐竜とギャルすごいよ、恐竜とギャルすごいよ、コンビ的に。あと恐竜光ってる。そうなんだよね。なんでこんな光ってるの？うん、俺の体光ってんだよ、なんか。え、普通光ってないでしょ？なんか普通、なんかわかんないよ。俺生まれた時から光ってるよ。俺生まれた時から光ってるの？すごい目立つけど。あ、なんか誰か来たよ。あ、須藤さんです。なんだお前。生まれた時から光ってるんだよな。須藤さんだ。あ、須藤さんこんばんは。あ、どうもこんばんは。俺もちょっとその服装のやつがいるというのなら、俺もその服装の。持ってるんですか？なんなの？なんでねねねねね。あれ、ボタリーさんなんかいつにも増して、はい、グラサンでセクシー度アップですね。本当ちょっとね、これは諸事情あって、ちょっと今日は目が腫れてるの。あ、え、なんかあったんですか？だから隠してる。あれ？いえ、大丈夫っすか？飲みすぎ。飲みすぎ？あれ、やっぱ光ってないよ、見て見て。光ってない。え、待って、車、どうした？俺生まれた時から光ってんだよね。その格好で走らないです、どうぞ。その格好で走らないで、すごい面白い。誰誰誰誰ね、これ写真撮りたい。写真撮るから並んで並んで並んで。え、ギャル、ギャル間に挟もう。あ、マグナムさんじゃん、誰かと思った。え、今ぶつかった人。今ぶつかった人マグナムさんっす。あ、マグナム先輩、なんかイメチェンしました。ちょっと待って、え、待って、違う、コスプレですって。誰のコスプレ？ビビった、なんか、え、急に角刈りになってビビりました。いや、角刈りは前からですよ。あ、マジっすか？角刈りは前からです。え、ちょっとピアス、ピアス何？ピアス、あれ、頭から押さえてましたよね。ピアス何？え、可愛いハートみたいになってる。どこ？あ、いいね、いいね、いいね。え、じゃあちょっとさ、モナピ真ん中に入る。うわ、かわいい。かわいい。あ、かわいい。モナピ真ん中に入る。じゃあこれ、これしようぜ。じゃあこれ先に写真撮って。じゃあ、あの、モナピ。マジパエ。何やってんの？動けねえ、これ。見えない。どっち側？こっち側？おぉ。オッケー。あ、いい感じ、いい感じ。いくよ。はい、撮るよ。撮るよ。ポーズ撮った方がいい。え、モナピもかわいいポーズして。ポーズむずいかも。いいよ、じゃあ撮るよ。
はーい。ちょっとね、私下がろうかな。フォトスポットみたいになってる。ちょっと下がる。ちょっと下がる。ちょっと後ろ下がるわ。はい、ここ行こうか。オッケー。はい。あー、それじゃ。マジ映えなんだけど。これね、あかんから。かわいい。行きまーす。あ、無理か。勢いないとダメなの。オッケー。勢いでこう、ガッ。あ、ダメだ。今取れなかった。いける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 。終わった終わった。もう一回。終われてなーい。大丈夫かな。楽しそうだな。大丈夫かな。あ、行けたよー。オッケー。オッケー、行けたよ。行けたよ。ちょっとツイートするわ。かわいい。ありがとう。なんで俺発行してんだ。そう、なんで発行してんの。あ、そうだ。いい感じの写真撮れましたかね。撮れた。ちょっと待ってね。ワンちゃんこっちもやってみようぜ。どうなる。かわいい。あ、ちょっと待って。ちょっとじゃあもうモナピもっかい。はい。モナピこのめちゃくちゃチューしてるよ。しっ。じゃあちょっとこの端っこ。そこにさ、ちょっと座ったら、真ん中に座ったら。モナピ、うん、真ん中に座ってみて。え、これ F さんのエモート検索で何でしたっけ。 SIT SIT ちょっとあれ今どうなってる。今どうなってる。ね、なんか仰向けに寝てる。浮いたな急に。浮いたな。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。いきます。はい、撮ります。あれ、また撮れなかった。ちょっともう一回ごめんね。こうしよう、こうしよう、こうしますわ。あ、それいいね。これいい、いいね。すごいなんか映えを意識したギャルみたいな。おセクシー、おセクシーいい感じ。撮れたよ、オッケー。じゃあちょっと写真ツイートしよう。かわいい。これグレーかも。白なんだよ。白だ。白は光るのかな。ねえ見て、ツイート見たい見たい。すごいかわいい。かわいい。え、かわいい。はい。え、めっちゃいいじゃんこれ。あの C ランクで出れる車なんだけど。そうそう、うんうんうん、ちょっと待って、馬の顔が出てる。うん、上の顔突き抜けてるんだ。うん、うん、そうだよ。うん、すごいわ。あのブレイザースポーツっていうオフロードの車がいっちゃん早いかも。ないです。あのね、スタリオンってやつだった。もう一個フェロン GT。 え、これのこと。これはホットロット。フェロン GT。 フェロン GT は違うね。はなんか A 体出れるって言ってた。で、うん、もう一個は B 体の車なの。私が持ってるのはエグゼンプラー。これは B 体なの、うん、で、ね、デクラッセスタリオンってやつしかない。スタリオン C にはないから多分違う。違うんだ。スペル教えてもらっていい。 DECLASSE。 これじゃないの。かぶり物だよ。デクラッセスタリオン関係ないけどな。DEC? L スタリオンのスペルって。スタリオンは STALLION。 あれ、持って帰っちゃうかなこれね。ピンは美味しくない。ピンは美味しくないよ。ピンは美味しくない。なんでピエヨンがいるんだよ。これおかしいだろ。ピンは美味しくない。なんちゃうっけねこれ。ピヨン年収1億。年収1億は始めるやつじゃんそれ。何それ。知らない、知らない。知らない。ピヨン知らない。知らない。何ピヨンって。ピヨンってあのなんかめちゃめちゃマッチョなユーチューバーっていうみたいな。ピヨンは、あ、ピヨン知らない。知らない。あの筋トレ系ユーチューバーで。そうなんだ。大人気なんだよ。ちょっと見てみるね。よろしく。よろしく。よろしくだよ。本人じゃないのにチャンネル登録進めてる。いや待って、ね、え、ピーヨンはピーヨンだよ。そんなキャラじゃなかったでしょ、マチオさん。顔が白いからピーヨンじゃない。須藤さん、須藤さん、はい、あ、でスタリオン B ランクだね。
あーなるほど。え、しあのさあ、C に出るならバイク。筋肉の付きが甘い。バイク。バイク。現状バイク。間違えてない。原付しかない。逆に間違えてない。まあ新しく買うといいよ。分かった。もしかして私の目がちょっと出れるやつ？メガネいるくない？分かった。そう、一番いいやつなんでしたっけ？可愛い。今のところ忍びかバティ801のどっちかかな。ちょっとメモれるんだそれで。忍び？忍びか。はい。バティ801のどっちか。普通にファイト。え、何始まるの？ピエヨンいいね。え、なんて？え、なんて？ちょっと待って。はい、ね、あのもう一回言うね。うん。まず一代目が忍びとバティ。バティ。そう。二択。はい。え、80？働くんだよ。801。はい。これはバイク？バイク、どっちも。了解です。ありがとうございます。はーい。すみません。はいよー。私から見ると、あの、芝杖が見えなくて、すごいおしっこ漏れそうになってるから。スタンド攻撃受けてる。スタンド攻撃。方向に対して直接スタンド攻撃を受けてる。なるほどな。私、バイクの免許持ってない。今一番背小さいもんね。暴行にスタンド受けてるの。そりゃそう。やばい。2時6分。2時22分。もう買えないか。お前もか。残念。あと一つだけだ、あの、クレイジーダイヤモンドは病院にいるよ。クレイジーダイヤモンド直す。あとシルバーチャリオットもなぜか病院にいたわ。よし、ご飯を取りにお家に行こう。直してもらったばっかりで。もうバラバラだったからもう。あ、ごめんね。バラバラだったから。よく生きてたね。魂抜けなかったらよかったね。お疲れ。お疲れ。おやすみなさい、須藤さん。ありがとう。助かりました。あ、ギャルは？あ、危ない。ギャルは何の？いや。ギャーギャー。あ、バーガー屋オープンだって。じゃあバーガー屋に行きましょう。私バイクの免許取っておこうかな。C体のレースも出てみたいし。わー危ない。気絶するところだった。あ、指輪の値段も取る。あー、もういろいろやらなきゃいけないことある。私が起きていられる時間の中でやることをぎゅうぎゅうやりましょう。来たよー。いらっしゃいませー。来たよー。はい。なんだっけ、おもちゃつくの、セクシーセットだ。あ、セクシーセット、はい。セクシーセットを10。はい。ください。はい、了解しました。飲み物もいいですか？はい、もちろん。すいません、ごめん。アイスティーマンゴー、はい、10個ください。アイスティーマンゴーね。はい。出勤してない、ちょっと待ってください。出勤してない、はい。いってらっしゃい。で、お腹減って死にそう。お腹減って死にそう。ごめんなさい、すぐ作ります。大丈夫。ありがとう。
ち座ってるね。はい。ちょっとそこね、片付けてんだよね。どこ座ろう、ここでいいか。指輪の値段か。あとクラフトして、ありがたい。はあ。お酒が、お酒が、リアルだよ。普通にお腹が減るしね。先にバーガーとドリンクを渡します。 ありがとう。すいません。はい。おっと、はい、ありがとう。やばい、机の上に立ってしまったこれもじゃあ、はい、ありがとう、持ってきます。はい、食べます。なんか欲しいのありますか？何？あ、あのおもちゃ？おもちゃの？うん。鉄夫さんを集めたい。あ、鉄夫さんを集めたいんだ。そう、今ね、2個だけ持ってる。鉄夫さんは。あ、その1と2番目のやつ。どれだろう。顔のアップのやつとピンクの全身のやつかな。ああ、はいはいはい。うん、何番かわかんないんだけどね。え、僕は欲しくない。え、神谷くんのあるの？ある。え、当たったことない。なんだ。うんうん。それルーレットなの？どうやって決めてるの？今ね、うん、なんかガチャのウィール、うんうんうん、なんかカシノみたいなやつ。うんうんうん、そうなんだ。え、神谷くん何種類あるの？一個だけ。じゃあなかなか当たらなそうじゃない？そうだね。うん、当たらなそう。でも今日10個買ったから1個ぐらい当たるかな。ね、ドーナツ200円なの？ 2000 円じゃなくて、ま、価格間違いかな。え、本当に200円なの？いや、200、本当に200。破格すぎない？それは分かりません。なんか頼まれたことないんで。あ、そうなんだ。そう、安すぎるよね。ゼロの数間違ってるかと思った。あ、そうだ。
ヘラスギさんに電話しよう。あら、動かない。動いた。もしもし。あ、もしもし、ヘラシギ先生、すみません。あの、はい、バイクの免許って今日取れますか？ごめん、今待ち案内中やねん。あ、そうなんだ、わかりました。じゃあ別の日で。とんでもないです。はい、それじゃあまた後日。はい、お願いします。はい、はい、お待たせ。あ、ありがとう。何当たった？神谷くん当たった？まずは、あつ森ストラップ出た。アスモリストラップ、これ2個目。これ2個目なんだ。うんうん。じゃあちょっとごめんなさいけど、アスモリストラップ1 3個目。3個目。え、違うよ、これ。あ、これ違うやつ。うんうんうん。なんか見るの見た目が同じだけど違うやつ。見た目同じなのに違うの、うん、どういうこと？わかりません、よく。はい、じゃあ次はプラチャンストラップ。初めて。え、そうなんだ。うん、初めて。プラちゃんは会ったことありますか？ない。え、店長さん？ あれ店長は、いや、店長は哲夫。哲夫さん。うんうん、うん、プラちゃんが僕の先輩。あ、そうなんだ、うんうん、そう、僕がここの店の一番下。あ、そうなの？そう。そうなんだ。よし、次は、はい、アマルストラップ2個。初めてもらった。アマルさん。アマルさん、はい。会ったことない。僕、会ったこの、会ったことない人。あ、そうなの。神谷くんもないんだ。そうそうそう。よし、次は、はい、カムストラップ。え、カムさんも会ったことない。初めてもらった。僕も会ったことない。会ったことない。うんうん、そう。おお、はい、鉄をストラップ2。あ、新しい。これは新しいんだ。うん、これはもらったことない。逆さまだ。じゃあ全部集まったね。え、3種類。3種類。あ、じゃあ全部コンプリートした。鉄をストラップ1。あ、そうそう、これ持ってた。ありがとう。ネチゴストラップ1。あ、初めてだ。あ、インベントリいっぱいですってなった。ちょっと待って。あ、今ね、まとめる。ちょっとね、バラバラになってたの、うん、よいしょよいしょ。誰か食べます？うんうんとね、大丈夫、今ね整理できるんだ。ちょっとバラバラに入れてたものがあって、うん、はい、大丈夫です。送ってください。はい、初めてねちこさん。うん、数えるね。はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9。あ、はい。最後は、はい、ネチゴストラップ3だった。あ、すごい。新しい？新しい。あと神谷くんやっぱ当たんなかったね、うん、10個買ったけど。そうだね。うん、じゃあ次は神谷くんを集めるために、ま、次当たるといいね。神谷くん何パターンあるの？ん？何パターン？何種類？1個？1個だけです。はい。はあ、難しいな。難しいね。うん、また買いに来るわ。じゃあ請求ください。はい、忘れちゃった。はい、よかったよかった。アイスティーとセクシーセット、はい、7万円になります。はい、ありがとう。はい、お願いします。はい、毎回頼みに来てくれてありがとうございます。いえいえ、私が街にいる時だったら、うん、最近ボタリンさんが一番来 てる気がする。本当？最近1週間ぐらい来れてなかったかも。あ、でもね、この間哲夫さんがなんかデリバリーやってた。角刈りってやつ。デリバリーやってたんだ。角刈りってやつでなんか届けに来てくれたので1回買ったぐらいかな、うん、え、そうなんだ。そうだよ、また来るね。はい、ありがとう。ありがとう。じゃあお仕事頑張って。はい、バイバイ。バイバイ。
いやー、これでお腹がペコペコだったからよかった。待ち案内、また新人さんが来たということ。あ、ガソリン入れよう。ガソリン、あ、ガソリン行く前にこの7261を行って、はあ、でガソリン行こう。ちょっとね、はい、あ、出れるか。出れた。私ガソリン持ってる気がするぞ。ここ。ほら、あった。行けました。行けましたよ。あ、ちょっとこのタイミングでちょっと離席しますね。ただいま。ごめん、うるさかったかな。風が当たってたかも。あら、ちょっとペットもいないで、ペットがいない状態でゴミ拾いするの。うわ、入ってない。もしやここもダメかな。今日は入ってないですね。では諦めて、危ない、あー出れないよ。諦めて違うとこ行くけど、どこ行こっかな。指輪の値段をね調べたいんだよな。この近くで7261って、7218って、7220多分もう取られてるでしょう。7258なんかこっちの方もあった気がするな。ここだ、7085のところちょっと行こっかな。レースのコース覚えたいな。危ない。お、お、どうなってる。ここからこっちへ行って、こっち、はい、違います。まあ、いける。はーい。あー、やばい。今日は運転乱雑すぎる。
たい。この先か？ここな。ここだね。あれ？これはこっちにあったっけ？これないっけ？こっちにはないんだっけ？なかったわ。ここはね、あると思ってました。まとめてはい、ここはね、穴場なので。値段を調べに、まあ、指輪の値段調べるのと、あとは今日の労働力を使ってしまいたいから。あら？プラスチックはね、メカニックの方に売れるし。スチールか。また倉庫行くしかないんだよね。一旦お家に帰りましょうかね。ここだ。帰りもゴミ箱を探して帰りましょう。ないか。ゴミ箱ないかな。ゴミ箱ないかな。見つけたことない場所見つけるとやっぱ嬉しいですからね。ゴミ箱スポット、あ、またやっちゃった。すいません。お、ゴミ箱ではないですか。ここもどれぐらいあるかわかんないけど、お、いいですね。エタノールは助かります。いいですね。おお、ここも結構いいところだ。ちょっとこれはメモりましょう。食べなきゃ。あれ？これ取った？記憶がない。取った、取ったっぽい。はい、取ってました。あ、ここメモっときましょう。7119。
はい、まあいいところを見つけましたね。30分で終わっちゃうから、あ、ここへして、こうして、え、なんでそんな、あ、いきなり間違えちゃった。危ない、あっ、あっ運転を、あ、揶揄されてしまったわ。あっ、お家に帰るのに間違って走っちゃった。切れが少ないですね。指輪を持つから布切れ分をちょっと、あとこの宝物たちはこっちに、これ持ってましたね。私神谷くんのストラップ持ってた、知らなかった。持ってないよって言っちゃった。これもプラさんも持ってた、私持ってないと思ってた。これもこの鉄夫さんは新しいね。やっぱこれどっちも持ってるね、私。おニューですね。おニュー&おニュー&おニューだな。ちょっと待って、これ宝物なんだよね、ここ。え？まあいいや、こっちに。こうしとこう。それで、あったった指輪。これ。一回この指輪を持っていって、見てみて。2万3000円ぐらいだったらいいな。コウジさんこんばんは。私は酔っ払い呼ぶ酔っ払いです。食べとこ。あ、布切れ足すの忘れた。間違えた間違えた。アパートに入る。50で足りるかな。70。これでいきます。あー、ありがとう、お祝い、もう本当にありがとうございます。魂の方ですけど、ありがとうございます。ストグラの観測者さんたちからもたくさんお祝いをしていただけて本当に喜んでおります。夢の中でも。よし、ちょっと質屋さんに行きましょう。わあ、ゴミ箱いっぱいあった。まあでも急がないとね。
ここ撮るとき同じ人が会話してる。いちごダメです。帰ります。あなんでなんでなんでなの。じゃあまあいいや、クラフトに行きますか。悲しい。車のレースへの登録とかもできたので、明日はレース出たいな。C 隊の C 隊に出れるようにバイク欲しいな。通り過ぎちゃった。習熟度2万までまだまだですね。鎮痛剤すごい作れる。全然これ持ってきたらもっと作れるじゃんね。じゃあこれはもう残りはレギオンでお家から包帯持ってきて作ろう。労働力足りるかな。
20で30だから600か。1000切るぐらい。増やすチャンスはありますって書いてある。鎮痛剤って、あ、まあ、あれに使うんだ。心肺蘇生に。こっちもね、いっときましょう。ナイフいっぱい作れる、やったあるかしら。あれ？なんで私体力減ってるんだろう。なんで減ってるんですかね。瞑想が来る前に労働力を使い切ってしまいたいですね。一回お家に帰って力音で科学をやろうかなと思います。1万は相当遠いな。すごい、そんなに作ってもモテるの私。よし、じゃあそこに捨てていきましょう。ここに捨てます。ポイ、
よし、じゃあちょっと残りを。ロス1ですとか。じゃあ、捨てよう。はい、OK。よし、お家に帰って、ちょっと包帯を取って。帰ります。あ、逆です。あら、これこっち？それで包帯を取ってきます。あら、なんで車ボロボロなんだっけ。あ、今日追突したんだっけ。ちょっと覚えてない。包帯あったあった。包帯は、何個持っていけばいいんだろう。60個ぐらい持ちすぎか。まあいいでしょう。3時からのコスプレ？行きますか。コスプレ合わせ、賞金出ます。なんだコスプレ合わせって。車修理に行かないと。
くれますね。全部作れるかな。20個まで。あと20個ですか。あと7個。浩二さん、浩二さんありがとう。なーにこれ、なーにこれ、なーにこれ。ピッツのチアってこと？ありがとう、いっぱいありがとう、ゴージさん。お誕生日プレゼントかな。ありがとうございます、いっぱいありがとう。いや今ねすごい量で、なんだと思ったありがとう、嬉しいです、ありがとう、いっぱいお祝いしてもらってありがたいです。さっきのコスプレ合わせはもしかしたらあれかな、この間のあれいないね、ここに。コスプレはなんかお祝いなんでね、ありがとう。コスプレはなんだっけ、ヒーローのやつ作ってたよね、あれかな。全然人が、あ、いたか、いるね。F1 な号車でー、こんばんは。こんばんは、どうしたの、ナタルさん。あ、ね、今意識飛び中。あ、そうなんだ。意識飛び中さ。ヘラシギさん、この間ほんとごめんなさい。ああ、かまへんよ。ほんとごめんなさい。なんやかんや、うん、うん、終わったから。そうなの？そう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 。終わったのか。よかった。うん、あ、一応ね。うん。またなんかあったら連絡してください。その時は時間空けておくので。ああ、でもね、君にもプライベートの時間はいるから。聞いちゃいけないお話か。でもさっき占い見事してて正義の仕事もいいんじゃないかと思いました。あ、そうなの？はい、こんにちは。あ、イマジナリーベジータで登録しといてもらってもいいぞ。待って、イブさんすごい格好してるんだけど。名前変えられるよ、これ。ちょっと待って、そこにいるのは誰だ。あ、そうなんだ。あのね、このね、ホットパンツね、すごいお尻がプリンってしてます。変化してる。うん、あのね、真城先生がすごい気にしてた。
そっか、先生がね、ずっとね、お尻プリンってしてるわ。あ、ほくまさん。あ、もうダメだもん。新しい方だ。ちょっとご挨拶してくる。いってらっしゃい。くまさんがそこにいるの。はじめまして。はじめまして。あ、少々お待ちいただけますか。あ、はいはい。今、あの、姫市ゆうさんのお名前をイマジナリーベジータで登録してるところなんです。それは大変ね。やったほうがいいわ。さっきね、透明なところからベジータの声が聞こえてすごいびっくりしたんですよね。あ、遠目から？そう、もう皆さんの姿が見えなくて、どこからかベジータの声がするから、もう怖くて怖くて。あ、テンション上がった方じゃなくて、怯えたってこと？あ、もう怯え散らかしましたね、俺としたことが。それは、初めまして、ボタリン・モンローと言います。あ、ボタリンさん、初めまして。名前が出ていない、もしや。あ、ボタリンさんの名前は出てないみたいですね。はい、行けました。はい、見えています。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日この町に来たエド・エトワールと言います。エド・エトワールさん。はい、エドと呼んでください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。エドさん、イケメンですね。あ、照れますね。ありがとうございます。でも、とても可愛さとなっててかっこいいですありがとうございます。こんな綺麗な女性たちに容姿褒めてもらえるなんて。あ、でもなんか起きたらケツアゴだったんですよね、俺。え、最初はそうじゃなかったの？そうじゃなかったはずなんですけどね。ちょっと待って、視点を変えて見てみます。なんかヘラシギ兄さんにめちゃくちゃ顎の写真撮ってもらったんですよ、ね、本当だ。よく見たらちょっとハート型。いや、そうなんだよな。なんかちょっと整形考えた方がいいんじゃないかって兄さんです。でもイケメンですよ。本当に。いや、悩ん、あ、だ、大丈夫かな。悩んでるんですよね。そのストレートなイケメンを取るか、美味しさを、うん、ケツアゴという美味しさを取るか。いや、どっちがいいと思いますか。まあ、ケツアゴという美味しさを取るかな、私なら。ああ、ボタリンさんはそっちの方。そうね。私もどちらでも問題ないかと。本当ですか、イブさん。だってエドさん別に。あ、素敵。さすがイブさん。イブさんは肉体と魂は別でしょ。あ、イブさんはね、シスターさんなんですよ。あ、お伺いしました。こんなエッチな格好してるけどシスターなんですよ。確かにな、お二人とも非常に戦場的ですが大丈夫ですか。ここ危ないですよ。私はさっき姫くんの車に乗ってレースを見ていたら、あの、水没しまして、うん、洋服がびしょ濡れになっちゃったから。それはしょうがないね。なるほど、これは大変な目に遭いましたね。まだ覚悟の上でしたから。あ、それはしょうがないって感じ。うん、ね、無事でよかった。あ、そういえばさっきツイッターで見たもの、あの、姫さんの車が水没した写真上がってましたよね。ツイッターに。あ、そうなんだ。え、あれ、その水の中からドア開けてちゃんと自力で脱出したってこと？あ、そうです。大変でしたね。そうなんだ。ありますよ。ここから落ちたら危ないよって言って3秒後に落ちたので。姫さんってすごいちゃんとフラグを回収するタイプ。あ、ねえねえ、このさ、ね、マグナムさんの3時間のコスプレ合わせって何？あ、なんだか、みんなでコスプレ大会をしてるそうですよ。あ、そうなんだ。なんかさっき話の流れで、いや、コスプレ大会やるかって盛り上がって。私、昨日コスプレ作ったからちょうどよかった。おなんかいいですね。私コスプレするんですか？いや、私今知った。あと2分でコスプレ準備できるとは思えないけど。コスプレしたいけどな。え、江戸さんはなんかコスプレあんの？いや、今日来たばっかりなんでこの服しか持ってないんですよね。え、じゃあ後でさ、3時以降に一緒にちょっと服屋さん行きましょうよ。コスプレ、コスプレ買いましょうよ、私たちも。いいの？ありがとう。3時になったら一回世界が閉じてしまうから、また入り直したら入れるわ。分かった、ありがとう。2人とも、じゃあちょっと3時で寝る予定だったんだけど、ね、寝たくなくなっちゃった。いや、こんな美しい女性2人に遊びに誘われたら寝るわけにはいかないでしょ。起きてます。無理は禁物ですけどね。あ、いや、もう全然、もう目ギンギンなんで行けますよ。目ギンギンってちょっと言葉的に。そういう意味じゃないですよ。あ、そういう意味じゃない、そういう意味じゃない。もう寝られるの？テンション高いっていう、っていうこと、そういうこと。そういうことです。びっくりしました。私もこの服だから。確かにギンギンになっちゃったのかと思ってびっくりした。いやいやいや、俺は紳士ですよ。大丈夫です、はい、優勝はいただきだよ。本当？本当ですよ。あれ、あれ、あ、ボタリンさん、はい、連絡先って交換したっけ？しましょう。
いいですか？じゃあ間に合うかな、あと1分しかないけど。大丈夫と思いますよ。送ります。やった、はい、ありがとうございます。ダッシュで登録しないと。あ、3時になっちゃった。急いで。また後でお会いしましょう。あ、いけた。よかった、よかった。いけましたね。じゃあ、後ほど行きましょうね。はい、これこのまま待ってたらもう。はい、このまま待ってれば、自然と強制瞑想に入って感じです。了解です。いやもう初日からこんなに楽しい一日になると思わなかったよ。かったですね。本当にこれからよろしくお願いします。こちらこそです。はい、コスプレ考えときましょう。そうですね、コスプレ何しようかな。ね、何も考えつかない。終わったらもう帰って殺処分。悔しいな。何しよう。大体皆さん何のコスプレしてる。あ、さっきポルナリフ見ましたよ。マグナムさんがポルナリフのコスプレ。あれポルナリフだったんだ。そうなんだろうと思ってた。もう消えたね。お疲れ様です。これで私戻らないっていうオチ面白いかな。これで私帰らなかったら面白いかな。一応ね、帰りましょう。江戸さんとコスプレを何にしましょうか。コスプレ、私すでに一応マリリン・モンローのコスプレをしてると思ってるんですけど、何のコスプレをしたらいいの。11番か。大変なことが起きた。動けなくなっちゃった。動けなくなっちゃった。どうしようかな。うわ。渡りんさん、おかえりなさい。戻りました。私今ちょっと動けなくなってしまって、ちょっと待って。ちょっと足元に血痕がありますけど大丈夫ですか。さっきねご飯は食べたから、ちょっと今あの目の方に問題が。そうなんだ。少々お待ちください。待ってますよ。お大事に。なんか向こうにも血痕がある。どうしよう。ゆぶさん、さっきぶりです。戻ってきました。キベリです。
私さっき落ちるもしない、うん、だいぶしんどい、ちょっと待って、何かありました？私ちょっと今目の方に問題があるみたいで動けなくなりました。ちょっと待ってね、これってできますか？切れます？うん、あー今ねちょっと受け入れもできない状態。やめとこ。え、なになに？いや、なんでもないです。あ、どうぞ。いいですか？あ、写真でしたらいいですよ、撮って。あ、本当ですか？はい。あ、変なこと思っちゃった。女性が2人並んでて綺麗だったから撮りたくなかった。今ね、受け入れもしたいけれど、もうもしかしたら瞑想案件かもしれませんね。それが多分瞑想というか再起動案件な感じがしてきました。たちょっとちょっと一瞬行ってまいります。行ってらっしゃい。行ってらっしゃい。